俺ハンドガン何しようかな。ウェブリーでいいんじゃない。ウェブリーでいいんじゃないの。リボルバー、リボルバー。あ、これか。ああ、これでいいかな。実は誰かがゲーム開始って押したらそれに引っ張られるんだよな。あ、そうなの。うん、いやそれ誰かやっても他のやつが全員やらないと。え、そうだっけ。うん、 A を押しても他のプレイヤーを待ってますってなる。え、また始めからかという夢だったんですよ。なんでゾンビ目光るのドイツの人は目が。あ、間違えた。間違えてセリフで投げちゃった。ボタン配置がやったことまんまじゃない。全く同じことを。キックボタンどれだっけ。L。シャツは目立つな、この色の。画面が急に暗くなったかと思った。ボクリさんのケツが画面。ボクリ邪魔だよ。ちょっと面白い。
白かった。あ、燃えてるとこ入ったらダメージ。ここなら全員で座って打てばよかったんじゃないか。いや、上がってくるのを待たなきゃいけないから、ね、別にポテトとか来てないよね。なんかショットガンが弱いんだけど。来てないよ。あんだけ使いまくってたショットガンが弱いんだけど。なんだよ。ロナ君は逆にショットガンってこんなに強かったんだって思ってたんだけど。サッカーしようぜ。うまいボールな。サッカーしようぜ。何の首使うぜ。うまいボールな。
今日はライフルが順調よく当たってる。痛い。ああ、間違えて手榴弾投げちゃった。間違えて手榴弾投げるって大事だよな。間違えてて。これどこバンザーパースなかったっけ？あ、これ今持ってるよ。あれ？弾は次か。まだ触ってないの。ここにあ、わこいつだ。あ、呼んだの。呼んでなかったの。まだ何の準備もしてないのに呼ぶだなんて一人。いや、もう呼んでるんだと思っててさ、あれ呼んでないんだ。まあいいや。大丈夫大丈夫、まだ二つ目だからさ。おいおい。またフラグ立ててる一人で。すぐ立てる。当たるだけじゃないぞ。ちゃんと回収も振るんだぞ。よくねえじゃねえか、あれ、ますます。やったー、カットイン、かっこいい。蹴ったゾンビは偉いところが来てる。でかいもんな。おっちゃんだー。おっちゃんの交渉を外す。
ハンターファーストの弾出てこないかな。あ、なんか、あ、銃弱いと思ったらコルトになってる。すぐに出るから、コルト。東京は多分同じだけど、けど強いんだよね、エブリィ。エブリィはね、状態一発なんですよ。どうか。あ、これ緊急回避とかなかったっけ？どうか。ないよ、そんなの。第二次世界大戦にそんな緊急回避なんかあるわけないだろ。モンハンよけてもすぐ。そう。ルパンダイ。ガーとか拾っちゃう。あ、ハンターファーストの弾あるぞ。あ、エブリィあった。よし。よし、これで2発撃てる。ルガー使えないよ。ん？いや、ウェブリーあったし。あれ、ハンドガンの弾はどこで撃ってるんだ。あった。まあ、あれだったよ。ゾンビのシャベルで岡崎がケツにスパンキングを食らった。ドランナここか、はいはい、これいろんなとこから来るんだよな。
多分。俺のとこ湧きすぎじゃない？あー出てくるぞー自爆で。さあ。出てきました。なんで君たちサッカー好きなんですか？どいつだ。どうだっけ、おっちゃんが2人聞いてるわ。おっちゃん、なんか来ないね。さっき来てたでしょ。すぐバレる。逃げろ逃げろ、順に過剰に飛んでしまさんのホールで行っちゃう。あ、みんなこっち来てる。いい。犠牲になれるくなってくれるっていう。いや、自分の実
雷で死んだ。ちょっと待って、おっちゃんおるから無理だ。一番に入ってセーフルームに鍵をかける。はい。覚えてたね。俺とカギさん忘れてたよ、これ。うん。覚えればいい方だから。なんで後ろから喘ぎ声してんだ。母ちゃんの敵って聞こえるんだよね。邪魔。後ろから湧くんじゃん。
ベンジのスポーン持ってるの。ブランジャー。あ、持ってるやついるよね。思ったらライトだ。ブランジャーね。ラバーカップ。ラバーカップ。ブランジャーっていうやつは大体フォールアウトやったやつだから。ブリーチャー来た。あ、パンツァーファーストあるぞ。じゃあもらうよん。ブリーチャーは最後の手段だからな。おっちゃん来たらパンツァーファースト。最後の手段、タコさんに任せてくれないか。あ、ここライブの弾あるじゃん。うん、痛い。二人来てるか。いや。何今後はいかんのはこの。ちょっとの。南からどれぐらい真ん中まで来る。おっちゃんがなぜこっちに死んだ。え、パンツァーファーストおっちゃんに向けて撃とうとしたらこの壁に当たった。こちらどう見てるのかわからん。
あ、終わった。ダメだ。またかよ。ダメだ。っていう話。だからここ難しいんだよな。そうね。チェックポイント。はい。てかでも俺そろそろ寝るぞ。そういやそんな時間です。いやこれぐらいで、はい。はい。俺にパンツァーファースト打ってください。うわ。ビビってんの。影さんだけ一方的に死ぬっていうこれ。やろうぶっ殺してやーる。ダイナマイト打っちゃった。本人は死なないのか。ああでもいいや、面白いわこれ。やられてしまった。なかなか。もうちょっとこのキャラが濃かったらこう。ああそうね。うん、あまあまあまあストーリー的なのはほぼないからね。うん。若干キャラは確かに薄味ではある。本当にただゾンビを撃って楽しいねっていう。うん。